チャンネル本当佐藤しおりばっかり呼ばないで横浜ばっかり呼んでるばっかりじゃないけどいやいいですよ今日じゃあいつか来てちょっとこの後あれだよ何ちょっとママ友のランチ行かなきゃいけなくてちょっとそれどこ行くのあのえ新橋ですじゃあ送っていこうか新橋までとりあえず今日本当何にも決まってないいや今日ね実はね何にも決まってないんですよいつもはエボタが、はい、だからスタッフ陣も今日誰もいないそう誰もいないですえ本当完全プライベートチャンネルだからもうゴープロとかも自分で全部自分でセッティングしてちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってねちょっとね本当にね急遽ちょっと待ってちょっと待って今もうちょっと美味しいちょっと待って何何ちょっとマジマイクもね何自前なんだえそうなの撮れてるこれこれ私が GoPro 回せばいいってことそのあのちょっと待って送っていただく代わりに何か働かせてください申し訳ないんで、すごい新車の匂いがするでかっ広っ何これレザー絶対レザーもあれですよね別注ですよねえいや別注じゃないよいや絶対オプションだこれちょっとほんとやからがの車変わっちゃった変わっちゃった笹塚時代のあの長田君さんがいない芸能界に染まった男になるちゃちゃちゃ嘘だ星空見してくれたんですよ芸能界はなこうやって行かないと生き残れないやばすごいこんなに行かないと生き残れねえんだよ優勝言いながらやめてよ悲しいもう自分撮ってるよこれ自分撮ってるよ、はいはい、こういう機材もなんかいい機材ばっかりすごすぎえ、嬉しい非常にイレギュラーないや、そうなんですよじゃあもう本当はねはいまあ、通常やる予定だったんですけどはいまあ、今もう絶賛ゴールデンウィーク中じゃないですかそうですよでもどこも込み込みじゃないかっつってはいであんまもう遠く行くとなんか嫌だなっていう、うん、混みますからね、高速も混むから嫌だなっていう感じではい、はい、じゃあ、ほんで車をね、うん、いつも最初ディーラー行って見るじゃん、うんでディーラーもどこも安いなのよ。なるほど、この期間やってないんだ。そうそう。じゃあもうどうするってなって。うん。じゃあもう完全プライベートでやっちゃえやって。なるほどね。そう。ノースタッフ。もうノースタッフ。うん。でもノープランで。すごい。ほんと何も決まってない。何にも決まってない。それで、まず後輩を送り届けるってことまずそこから始まりました。後輩のアッシーしてくれてるんですか、今。ちょっと申し訳ないです。始まりました。ちょっとありがとうございます。いい。たまたま、木曜日、マツコと一緒にラジオやってて、ちょっと喋り足りなくて、もうずっと向井さんについてきて、向井さんと喋りたいこといっぱいありすぎて、そしてなんか長田さんがいるっていうから、で、一目。じゃあ一目挨拶しようと思って行ったら、もうすごいとんでもない輩がいて。じゃないよ背中がもうマジ怖かった。いかつかったですよ。長田さんはそういうタイプじゃなかったの、絶対。いやいや、そんなことねえって別に。こんないかつくなかった。中もラスベガスだから。やばいどうしちゃったのなんかラスベガス。怖いよ変わっちまったやっぱりね、我々はパワープリンという、そうね。そう。番組を共に。そう。で、私が笹塚住んでた時に、はい。長田さんがチャリンコ乗って、夏子、夜カフェしようって言って、耳を澄ませばみたいな状態で誘ってくれたことあったんですよ。行ったな、行ったわ、行ったわ。これもう耳を澄ませばですよ、ママチャリン乗って迎え来てくれるなんて。それが何年後に、流星を通る。流星を通る。イカチージープ。イカチージープで。いや、おめえの旦那もジープ乗ってただろ。マイルドな優しい長田さんが。やっぱ都会で戦い抜く。もうお金がないの、織田裕二とか。どんどん変わっていくね、やっぱり。冬になったら黄色いジャンパー着てとか。そうね。ダウンそう、ダウン着てっていう。長田さんが。こんな
も捨てちまった。やめてよ。だってハンドルだってそんな場所持ってなかったもん今。そこのハンドルの位置なんてなかった。ほんとちゃんと10時10分で、そんなことないよ、ちゃんと10時10分で走ってた絶対。そんなことない、姿勢も正しくしてこんな持たれてなかった。すごいやばいよヤンキーのそれ。深い、深すぎるって。見えて見えてんだよ。いや怖いよ。大丈夫、赤坂で一番怖い男でした。マジで怖かった。赤坂の11時台で一番怖い男。朝11時台でスーツ着てちゃんとしたサラリーマンとかいっぱいいる中で、夜には結構ちらほらやっぱいるのよ赤坂。いますよ、港区の感じがね。この前もネットニュースになってたけど、車4台で所有一連強で、嘘一連強で怖すぎる。どうなってんの。え、なんか銀行とか買いました。なんか銀行。なんで銀行買うの。いやもうだってもうそんな大金持ちすごすぎません。あのパワープリンの時はな。いやそうですよ。まだもちろんみんなまだまだ若手でしたけど。はい。その中でもちょっとまあ僕らパンサーとジャングルポケットが仕事ある。そう。2700さんとか仕事ある組。はい、うん、でそのチョコプラとか、まあ、夏子スパイクとかが。そうちょっとね。はい。だからよく言うけど沖縄のツアー行く時も、うん、俺らは他の仕事でいろんなとこ行っちゃうけど、はいはい、チョコプラとかはずっとこうツアーの二軍でね、二軍って感じでプライベートビーチ巡って。で結局さ、やっぱりそういうファンの人ってさ、やっぱパンサージャンポケとか目当てに来るわけ、はい、そうです、うん、でパンサージャンポケいつ、うん、で俺らがなんか結局こうバスの中で声話すっていうね。推しじゃない芸人の。いや、ちげえんだよっていう目線がありながらも。あの時はちょっと腐りまくってたから。この前な、はい、夏子の家にな、ああ、なんか噂聞いたんだけど。聞きましたよ。いや、噂聞きましたよ、ちょっと。噂聞きましたよ、なんか。向井さん来てくれたんです、うちに。おぉ、うん。あれも反射の家だ。違うのよ。違うのやめ。あれ、渋谷買ったのよ。いや違う、買ってない。でかすぎなんだろよ。いや、違うかね、大したもんだと思った。いやいやいや、マジで違うんです、なんかこんな立派な家に違うんですよ、夏子も。いや、今、知ってるなと思ったら今やママタレしてんの。違うの、すごいよね、やっぱり。違うんですよ、誰も言ってないんです。令和のママタレしてんの一人だろ。誰が言ってんだよそれ。本当に成り上がっちゃった。違う、成り上がってないの、ね、だから私は竜背負ってないもん。いや、もう竜背負ってる。背負ってないの、背負ってるお前は。スザクとかピャッコとか。違う。スザク背負ってるよ。お前は背負ってるの、渋すぎるよ。それだから、違うんですよ、もう俺は清流だ。もうみんなそれ全部とか。ビャッコ、ビャッコ。なんでそんな詳しいのよ。いや、だから大したもんだなって話。いや、パワープリンメンバーもね、見事にみんなね、結構それぞれ売れましたよね、それぞれ。だからスパイクもね、今ね、なんか、はい、来てますからね、はい、松浦がたくさん出て、あの吠える上田と、そうやすこちゃんと吠えるよってやってた。なんかすっごいやっぱ持ち前の、ね、もう吠え芸じゃん、吠え芸を。もうやっと吠える場所が、そうだよね、はい、吠える。いや、全然変わってないじゃん、そういうところ。あいつクジラ背負ってる、吠えてる。クジラ背負ってる。ねえ、楽しい。楽しすぎるよ。いや、本当ならもうこのまま夏子連れてってっていうのはね。だけど、ちょっと今日はね、ちょっとママタレじゃない。ママタレじゃない。紹介じゃない。あの、なんで、あの、金のつかみ。ああ、金のつかみもね、出てくるんでね。金のつかみもすっごい嬉しかった。私がこの間ネタ披露した時に、まだね、ほんと、すっごい私久しぶりにネタ披露で、緊張したんですけど、その、向井さんの、っていう引き笑いと、もうあの、おさらさんのクーっていうのが聞こえて、本当その笑い声にどんだけ救われるかって、あ、なんか二人笑ってくれてるっていう、すっごい嬉しかったんですか。ネタやんなくていいじゃん別に。まあ、夏子なんだね。いや、でも本当どんどん溜まっていくんですよ、ネタ披露してないと。本当出会う女性がすごいよね、作り続けてる。やっぱ3級開けて、うん、
細かすぎて、うん、で優勝してるっていう。ああ、そっか。これやっぱやすごいね、やっぱり女帝たら言えんだよな。やっぱちゃんとんですよ、もうあるんだよそこが。前々回ぐらいに優勝したかな。そうなんです。前々回私妊娠中で出れなくて、うん、その時ハゲのリザードマンさんが優勝されてめちゃくちゃ面白すぎて、うん、なんか悔しくて泣けてきたんですよ。で私まだこういう涙あった。でももしかしたらそのホルモンバランスの可能性もあるんです。産後ホルモン。細かすぎてはずっと出たいなと。ちょっといいですか、はい、ちょっといいですか、はい、あのお尻めっちゃあったかいんですけど、シートヒーター、シートヒーターついてる。いい車。ちょっと待ってよ。本当にシートヒーター、こんなあったかいにシートヒーター。シートヒーターきっとなんていい車なの。もうなんかシートヒーターもシートクーラーもついてる。クーラーもあるんですか、今の車、うん、ちょっと待って、あのお尻が燃えそうなの今。今日必要ないもんね、あったかいから。暑いから、ね、もうマックスになってた。3つもランプがついて、いい車すぎるのよ。ちょっとすごすぎますよ。もうついちゃうじゃん、幸せの時間が。向井さん、ああいうところにお財布置くとあんま良くないんですよ。あの光で焼けちゃいます。はい、良くない良くない絶対。どこなの。すいません本当に、あの青い表示板の下でちょっと本当すいません、本当に申し訳ないです、本当恥ずかしいです。ちょっと本当これからどこ行くんですか。もういやちょっと何も決めてないのよ。楽しすぎるじゃん。なんかあるおすすめの、なんかランチしたよ。なんかあ、まず飯食いたいね。飯食いたい、最高じゃないですか。でもまあそうですね、マザー牧場とか私よく行ってますけど。お前今からそこに突っ込んでくるのやばいだろ。ゴールデンウィーク。でもドイツ村もめっちゃいいです。いやこのいや、ね、わかるけど天気だったら混むんだよ。すいません、送ってくださるなんて。車温泉チャンネルも出て超嬉しい。ほんとすいません、ありがとうございます。助かりました、最高でした、嬉しい。ありがとうございます、ありがとう、すいません、はい、ありがとうございます、はい、すごい嬉しい。成り上がったね。成り上がったよ。向井さんはずっと本当に向井さんも向井さんの話があるんですよ。それもすごいのよ。いや聞いてる聞いてる。俺はこの人聞いてる。確かに、うん、ちょっと本当、うん、またね、うん、これなんかあ、わかる。いやお前何言ってんだよ。ちょっとお疲れ。またね、お疲れ。超なんか都会に。いやさてどうするかよ、これね。あ、どうすんのよ。飯だよな、まず飯行きたいね。いやだからこの飯も何もアポ取ってないから。取れるかどう、その最強の焼肉食いたいっていうのあるか。昼昼から、あ、まあまあ夜で、ね、夜の店を予約しといてもいいし。あ、全然いいよね、焼肉。スダニエンとかは無理だろうな。どうだろうね、撮影とかしちゃいけないじゃないかな、みんなところ。昼飯ちょっとぶらつきますか。ちょっとじゃあ、そうね、お台場の方とか肉フェスやってんだよ今。ちょっと行ってみる、肉フェス。肉フェスはちょっと、ま、取れないかもしれない。一応行ってみるか。一回行ってみようか。うん、あのそれこそラジオの中継で関町さんが行ってくれて、おうおうおう、昨日ほう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 、まあうまそうだったわ。ビップシート、12,000円。えビップシートやったらなんか取らせてくれるんじゃない。ハイクラスビップシート。何それ8万円。何それ、え何それ。 YouTuber いるでしょ多分撮ってる。肉フェス来てますみたいな、肉系 YouTuber。 肉系 YouTuber とか。そんな肉だけいるか。でもいるでしょ。いるか。機材とかのセッティングも自分でやったってこと。自分でやった。とかも自分で買ったし。え、全部自分でもう買ったやつ。あ、持ってたもんじゃないの。まあ、いやだから、だからあ、もうこういう時のためにちょっと買っておいたんですよ。そう、ピンマイクはこの日のために買ったの。あ、そう、取れてるのね。取れてる、おそらく。怖いよね。だからもうずっと回してる。怖いよね。取れてるはず。やっぱここらへんプロじゃないからさ。そうだ、あ、やべえ、動機とか取ってねえわ。でも
わかんねえ。その動機とかもさ、うん、俺はあれ何のために撮ってんの、このパンって毎回撮る前に。おそらくだけど、だからこれ別々で撮ってんじゃん、はい、だからこう集めた時にどこからがスタートか多分分からないと思うんだよ、その音声とかも、うん、別のデータだから、はい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 、だからそれを合わせるためのやつだと思う。お願いします。音声も音声も一応多分大丈夫。多分撮れてるだろうと。レイクのとこ使ってた。そうそう、ニクフェス行ってますみたいな YouTube ですよ。まあ、このチャンネルも4分の1ぐらいちょっと肉チャンネルかな。まあ確かに4週あるうちのな、うん、そうそうそう、1週はほぼ肉っていう。肉食ってるもんな。肉食ってるっていう。いや、めっちゃうまそう、いるんなったよ、マジで。いや、そやろ。シュラスコとか、肉寿司とか、ハンバーグとか、ステーキ丼とか、マジでめっちゃうまそうに本格的。ただ、減量やってますか、ちゃんと。お、ちょっと本当に始めた。私もマジで今やってるんで。本当に、あのね、あつい3日前です。ずっと毎日走ってる、本当に走って筋トレもしてるし、うん、あのお菓子やめていやいや私も一緒、お菓子やめて、お菓子の代わりにもナッツ、ナッツ、ナッツいいんだよね、ナッツはいい、ナッツとナッツ子、ナッツとナッツ子はいいかっていうかちょっとつまんすぎませんか誰行くかなんでも、もう誰もいない。料金は350円でした。やっぱそのやっぱいつもの車温泉チャンネルでも言ってもスタッフさんが見てから、ね、4、5人いるからやっぱ偉いまで本当にいないと思ったらそれぐらいのこと出てくるよな。出てくる。関係ない。何にも関係ないから。いろいろお菓子をまずやめる。うん、はい。普通に考えたら。今まで食ってたお菓子をなくすだけで、うん、その消費するカロリー量は別に働いてるからいい、うん、さ、うん、一定数あるじゃん。ある。お菓子やめるだけだと違う。違うよね。そう、結構ね、やっぱ食う時間とかも。はいはいはい。大事よね。いや、だから食ってたじゃん。あのあそこでピザ買ってさ、公園でさ、食ってた。やってたじゃん。コロナ禍、うん、店どこもやってなくてさ、そうだそうだ、めっちゃ公園食いしてたよ、なんか恵比寿の公園、真っ暗な公園で公園中華の前でカレーたりとかしてたじゃん。お台場の公園でピザ、うん、それもいいけどね。だからこれ肉フェスで買って公園食いな、うん、公園食いまあ誰か集めていくっていうパターンでもいい。あー、なるほどね、うん。最後のね、サウナとかをどうするかね、お風呂。あの、慎吾さんの。ああ。慎吾さんのね。あそこ。あそこちょっと撮らせてもらおうか。どうかな、うん。慎吾さんも結婚してた。いや、そうやね。ね、フラットで。ああ、そう。発表してましたよ。私の番組で発表してくれて、ね、まあ、ありがたいわ。そりゃ、話題に。してくれたというか、ね、藤森さん行きました。藤森が行きましたね。藤森の城が、藤森城が落ちましたね。独身芸人四天王ですよ、うん、それこそ多分そうよね、はい、うん、一人、うん、いやでもだからいろんな話聞いてたけど早いかったんだよ。あ、決断、出会ってお付き合いされて結婚っていうこの段階がさ、うん、だから本当去年の11月とか10月とかっていう話だったから、だからまあね、だから半年、まあそんなもんだよね、結婚って、うん、意外と。だっておそらく長かった。俺は長かった。俺はもう付き合ってる7、8年ぐらい付き合ってた。そうでしょ。だからこのもうタイミングなのよね、本当に。そうなんだ、うん。でもじゃあ慎吾さんの年齢になってさ、今更じゃあ2年同棲してから結婚するかどうかとかっていう話じゃないもんな。そりゃ
だから俺の場合はちょっとだからもう特殊な感じで、やっぱその収入とか安定するかなみたいな、うん、なんかそこの不安もあったから一個、うん、このまま芸人として食えなくなったらなっていうのも、うん、あったからこう踏み切れないっていうのあったけど、それが今や、うん、車4台よかったですね、本当買いすぎて怒られてるから、さすがにさすがにさすがに、あの黙ってカマロ買った時怒られるし、いやなんで言わへんねんって、そうだね、そりゃ、うん、そういう感覚、うん、やっぱそうなんやって思って、そりゃそう、俺は別にもういいと思ってたのもう、はいはいはい、うん、そういう手綱というかブレーキングそうそうね、やっぱそうしてもらった方がいいよ、しんごさん呼ぶっていうの、そのまあ忙しいだろうけど、あー、しんごさんがもしなんかどっかからどっか移動するっていうか奇跡的なタイミングであれば、とか、ね、これなんだこれ、え、これはあれだろ、取れるのかなこれ、あ、いけんじゃない、なんかいけそうな雰囲気あるね、うん、いけそうな気がする、いけそうな気がする、なんかいけそうな気がする、ほ、よし、はい、はい、聞きました、さあ、はい、はい、そしてですよ、はい、そして結局、うん、これで回すのも我々で回さなきゃいけないわけですからね、回すのも我々で回さないといけないですし、はい、これ一回